学校法人大表宿徳学園は、東京都板橋区に本部を置く、学校法人。日本の浄土州教育士団、宿徳と財団法人大表学園、菅本が合併して創設された。なお、宿徳 SC 中東部、高等部を運営する、学校法人宿徳学園とはルーツを同じくするが、現在あたり学園とは別系列である。1892年、 女子教育の発展のために、輪島文庄が設立した、祝徳女学校から始まる。本学園では、修学前教育機関である幼稚園を、初等教育機関、各種学校である、日本語学校を高等教育機関として扱っている。なお、専門学校についてはすでに廃止されている。本来、祝徳とは、女性のしとやかで低粛な徳という意味であり、 当初はいずれも女子を対象としていたが、現在は世のを除き男女共学となっている。2019年12月、宿徳高校の物理担当特任教諭が同年9月に自殺したことが報じられた。自死男性が残した遺書には、月250時間働いても手取り30万程度の働きしかできない無能な私です。 時代錯誤なこの国の教育業界が少しでもマシになることを祈っていますと書き残していた。時間外労働や休日労働に関する労使協定が締結されておらず、男性の遺族や同僚教諭数人は池袋労働基準監督署に協定未締結や残業代の未払いを申告した。長時間労働問題以外にも中高や小学校の生徒、児童に対する教師からの体罰や、 暴言などの人権侵害が数々報告されている。ありがとうございます。